前回創世記の一章のお話をさせていただいて、人間は神にかたどって作られたという話、あるいは人間は作られたものをケアするという役割を持って、神の心でケアするという役割を持って作られたのだという話をさせていただきました。2章3章の中にはもう一度もっと細かく人間の状況が書かれているんですけれども、人間が神様によって作られ生きる、あるいは生かされるという描写がとても印象的に書かれています。こんなことがです。2章の6節から、しかし水が地下から湧き出て土の表を全て潤し、主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方エデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は自らに好ましく食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え出させる。また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え出させられた。人は神が息を吹き込んだので生きたものとなったというこの描写、ただ単に肉体的に生きたということではなくて、神が息を吹き込まれるというこの息という言葉は霊という言葉と同じなんですけれども、神の霊を吹き込んだということで神との関わりが持てる存在として、神の心が分かる、神との関わりが深められる、そういう神の息吹といいますか、神の霊が注がれたので人は神の前で生きることができるようになった。単に命が与えられたという意味ではなく、肉体の命を与えられたという意味ではなくて、霊的な意味でスピリチュアルなといいますか、霊的なその神の霊が吹き込まれて神の前で人は生きられるようになった。そして神様はそこにエデンの園を設け、最善のものをそこに用意し、食べられるもの、麗しいものをそこに作った。でそんな流れの中で神様は人に対してこんな風にお語りになります。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。主なる神は人に命じて言われた。園のすべての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまう。旧約聖書が書かれた当時にその周辺の地域、古代オリエントと言われますが、その周辺地域からいろんな土器とか、あるいは、物語が書かれた土の盤であるとか、そういうものが発掘されています。そしてその聖書が書かれた周辺地域にある人間の作られ方というのは聖書の記述ととても似ています。神が、あるいは神々が土をこねて人を作ったというようなことは聖書だけでは、聖書にはそういうふうには書いてありませんけれども、そういう言い方で人が作られたというのはその古代オリエントの社会では一般的に神話の中にそれが書かれています。でももうちょっとグロテスクです。どうグロテスクかというと、大抵神々はもう地球の、あのこの地球を維持するのに飽きて、その労働があまりにもこう虚しいような気がするので、神々のうちから一人の神を殺して、その血を絞って土に混ぜて、で人間を作った。しかもこの人間を何のために作ったかというと、神の奴隷とし、神はもう嫌になってしまった地球を守るというその苦役を人間に全部背負わせるために人を作ったというのが、その古代オリエントの中にある人間観です。人間は神の奴隷であり、神がうんざりしているような地上の仕事を全部任されるために作られたのだ。それが古代オリエントの人間観です。でもその中で書かれた聖書は全く違うことを言っているんです。というのは、人間は聖書によれば創造の冠という表現が使われています。創造の冠、これ一章にもありました。一章の中で1日目、2日目、3日目と作られて、神はそれを見て良しとされたというね、It was good だって言います。で、人間が作られて初めて極めて良かったという言葉になっていて、 It was very good になってるわけですね。人間がいるということは素晴らしいことだ。で、それは人間に嫌なことをさせる
ということではなくて、神は人間を祝福しているという表現があり、神は人間に霊の命を与え、神と共に生きるということは許されるようになり、神が作った最善の状況を人間に提供して、さあここをケアしなさいというふうに語っておられる。そういう意味では、聖書は人間をとても高い地位に置いています。とても高い地位に置いている。ただし神様は人間に対して一つの命令、あるいは一つの契約を結ばれました。その全ての木から取って食べなさい。ただし善悪の知識の木から決して食べてはならない。食べると必ず死んでしまうというこのことです。これは引っかかりますよね。100本木があって、ものすごくおいしい実を実らせる100本の木があって、その99本何でも食べていい、でもこれだから食べちゃダメだよって言われると、私はなんか食べちゃダメだよっていうところにすごく興味を持つわけですね。不思議な感覚ですよね、これって。だから99本 OK なんだから、99本 OK でよかった、ありがとうございますってすればいいんだけど、すまないんですね。99本全部味わうこともなく、やっぱりあの1本もいいよねっていう、そんな感覚。しかもこの木は園の中央に生えていたという表現。学者たちはいろんなこと考えますね、なっちゃってね。ある学者たちの説によれば、この当時どんなことであっても中央というのを司るのは神なのだ。どんなことでも中央には神がいなきゃまずいの。だからあえて言えば、この中央にある知識の木の実というのは神そのものね、神そのものの知恵、神そのものの知識、神が君臨している場所、そこはあなたの場ではないよっていう、そういうメッセージ。でも3章に入るとこんな言葉が出てきます。主なる神が作られた の生き物のうちで最も賢いのは蛇だ。蛇は女に言った、園のどの木からも食べてはいけないなどと神は言われたのか。女は蛇に答えた。私たちは園の木の果実を食べてよいのです。でも園の中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、触れてもいけない、死んではいけないからと神様はおっしゃいました。蛇は女に言った。決して死ぬことはない。それを食べると目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神はご存知なのか。女が見るとその木はいかにも美味しそうで、目を引きつけ賢くなるようにそそのかしている。女は身を取って食べ、一緒にいた男にも渡したので彼も食べた。蛇が出て、唐突ですね、この話はね、結構ね、なんで言うのかなと思うんですけど、蛇が出てくるの唐突に。そして蛇が女に向かって語る、質問する。この質問も結構微妙な質問ですね。そのどの木からでも取って食べてはいけないなどと神は言われたのか。こう禁止条項を出されるとね、どうしてもやっぱりこうフラフラっといってしまうわけですけれども、いずれにしても収穫中心をなす問題点はこれです。蛇は女に言った。決して死ぬことはない、決して死ぬことはない、神は必ず死ぬっておっしゃいました。蛇は決して死ぬことはない、しかも黒くなって、それを取って食べるときあなたの目が開かれて善悪を知ることができ、まさに神のようになれますよという誘いです。で女は、いや、そして人間はその誘いに乗って食べる。なぜなんでしょうね。神に作られて、神から祝福を受けて、神との深い交わりの中で様々なことで困ることもなく、本当に祝福を味わっていたはずなのに、なぜなんでしょうね。人の心の中にふっとこう魔が差すとでも言いましょうか。で時々ね、この箇所から、あ、やっぱり蛇が悪い、何か、何だって蛇のせいだ、こんなとこに蛇なんかいるから悪いのだ。いや、ところがですね、そんなことはなさそうですね。なぜかというと、神は人間にこの地の生き物すべてを支配するようにという命令を与え、その能力も与えるからです。つまり人間は蛇が何と言おうと、
蛇に向かってノーということができた。蛇に向かって、それはお前とは関係のないことだ。その力もあったし、そうする知恵もあったはずです。でも彼らはあえてそれをしませんでした。そして蛇が、神はね、あなた方が神のようになることを知ってるんだよ、だからね、死ぬことなんか絶対ないのさと言ったとき、ふらふらっとそっちに行く。イエス様が公の生涯に入る前に40日間断食をし、その壮絶な試みるものとの戦いがありました。誘惑を受けました。その時のやり方は、イエス様は聖書の言葉を引用しながら、最終的にはお前には関係のないことだ、お前には関係ないことだと言って、それを退けた。石をパンにしてみろとか、ここから飛び降りてみろとか、できないことじゃないですよ。できないことじゃないけど、でもそれは悪魔の言うことを聞くことになる、悪魔の命令に従うことになる。イエス様はそれを突っ張りました。本来人間はこの場所で、この場所で蛇に向かってノーと言わなければなりませんでした。もちろん新約聖書の中ではこの蛇を悪魔繰り返して教えています。でもこの状況の中ではあんまりここの蛇というね、蛇というここにあんまり神秘的な、これ絶対悪魔だというそういうのものを持たせることはかえって危険です。というのは悪魔はやっぱり超自然的な力を持っているんですけど、なかなか生身の人間には打ち勝つことができない。でも蛇だったらそれはノーということができたはずですね。でも人間はそれしませんでした。その結果、神様がおっしゃったように死ぬことになりました。死ぬことになります。肉体的な死はすぐにはやってきませんでしたけれども、後に肉体的な死を彼らは味わうことになる。そして死がやってきた、それは関係の死です。神との関係が死んだ、傷ついて死ぬことになる。そして人と人との関係も死ぬことになる。こんな文章が出てくるからです。二人の目は開け、自分たちが裸であることを知り、二人は一軸の葉をつづり合わせ、腰に覆うもの、覆うものとして、その日風の吹く頃、主なる神が園の中を歩く音が聞こえてきた。アダムと女が主なる神の顔を避けて園の木の間に隠れると、主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神は言われた。お前が裸であることを誰が告げたのか。取って食べるなと命じた時から食べたのか。アダムは答えた。あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べました。主なる神は女に向かって言われた。何ということをしたのか。女は答えた。蛇が騙したので食べてしまいました。不思議なことが起こります。まず最初に、彼らは自分を作り、自分を祝福しかさった神様を恐れるようになり、恥の意識が始まり、そして神様から隠れる、隠れないわけにはいかないような空気に覆われる。神様に見てもらっちゃ困るような、そんな雰囲気が心にいっぱい出てくる。それは関係の死の始まりです。しかも神様がアダムに向かって、お前が裸であることを誰が告げたのか、取って食べるなと命じた時から食べたのかというこの質問に対して、アダムは、はい食べましたと言わず、何と言ったかというと、あなたが私と共にいるようにしてくださった女が木から取って与えたので食べましたと、こう言うんですね。これは考えて言うと結構卑怯な言い方ですね。あなたが木の実取って食べたんですかって言われた時、神様、あなたがこんな女なんかくれなかったら食べませんでした。私はそういう言い方ですかね。あなたはあの女を私のそばに置いたから私は食べて食べることになっちゃったんですけど、ね、もう言い訳というか、もう責任転嫁というか、でもその裏には咎めがいっぱいあって、素直になれない、で素直にごめんなさいと言えない子がいっぱいですね。じゃあ女性はどうかというと、女性に向かって何ということをしたのか、まあ要は同じことです。そうすると女の人は、
ごめんなさいと言わず、ケビが騙したので、やっぱり言い訳と責任転換。罪は私の内側に自分を隠そうという思いをもたらし、不安をもたらし、恐れをもたらし、その責任転嫁の苦労をもたらし、なんとか言い逃れしようといろんなことを考えさせられる。そして嘘が嘘を呼び、どん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 神様との信頼関係が遠ざかっていくという結果をもたらす。で、悲しいのはですね、こういう話を聞いて、あ、そうだよな、分かる分かるって言って、分かる、なんか そうだな、分かるんです私たちね。ところがね、分かるのは日本人だけじゃないんです。アメリカ人もオーストラリア人も韓国人も中国人もみんな分かる分かるって、みんな同じなんですね。人間ってみんな心の中に本当は素直にごめんなさいって言えばいいんだけど、言えない心を持っている。そしてなんか人のせいにしたい、そんな思いを持っている。で、自分こう心に落ちたのは自分なんだけど、でもなんかね、ごめんなさいってこう言えない心を持ってしまうんですね。そこに罪の恐ろしさがあり、そしてそこに罪の根深いそのもたらす傷といいますか、自分を素直に見れなくなる、自分のことを素直に表明できなくなるという部分が出てきます。関係が深刻なんです。でもよくよく考えていきますと、神様の愛は相変わらずこの物語の中に表明されています。まず最初、神様はこの人間が蛇の誘惑を退けることができず、蛇の誘惑に負けて食べてしまったことをご存知でした。神は彼らが隠れていることもご存知でした。にもかかわらずあえて神は彼らに向かって、どこにいるのかと声をかける。どこにいるのか。神は常に私たちに対して居場所を提供する神です。神は私たちに対して居場所を提供する神なんです。どこにいるのか。私が最善の居場所を提供しているはずなのに、どこにいるのか。今人間は即座に、神様ここにいます、でも本当に申し訳ないことをしてしまったので、もう隠れなければいられないような心ですって言えば、神様は何か別のことをお示しくださったかもしれない。その次の質問も、あなたは取って食べるなと命じたから食べたのかという質問ですから、食べましたって言えばいいだけなんです。本当はごめんなさい食べました、でもそれが言えないんですね。つまりね、悔い改めるってよく言うけれど、悔い改めるっていうのは本当に神の、なんて言うんでしょう、神の力が注がれないと私たちにはね、悔い改める力はない。神様は一気にお前らダメだもうってボーンと滅ぼしてしまって、もう一回地球全部作り直し、そういうことできたはずですよ。でもあえて彼らを生かしました。そしてこの創世記の3章の終わりの方を見ると、ね、こんなことが出てくるんです。アダムは女を得ば命と名付け、彼女は全て命あるものの母となったからである。主なる神はアダムと女に革の衣を作って着せられたということがあるんですね。罪ある者、自分の恥を知る者、そんな男と女に神は革の衣を作って着せられた。これどういう意味があるんでしょう。人間を生かすためにある動物が犠牲になったということですね。人間を生かすために神はあえてある動物を犠牲にしてでも人を守り、人を祝福しようとしているという姿が見えてきます。神は私たちに悔い改めを求め、神は私たちを祝福し、私たちが生きるということのために動物を犠牲にしてでも私たちを生かそうとしているという姿がここに表されています。そしてそれは肉体的なことばかりではない、心の内側にある霊的な関係、さっき言った霊的な死、あるいは関係の死と言いましたけれども、神様は蛇に向かってこんなことを言います。このようなことをしたお前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣の中で呪われるものだった。
お前は生涯灰原に塵を食らう。お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。人間は罪の結果をどこかで刈り取ることになります。自分の罪の結果は刈り取らなければならない。でも神はそんな人間に対して、動物を殺してでも人を生かそうとするということが一つ。もう一つはこれから先、ずいぶん前、ずいぶんこれから先ですけれども、この当時の人たちから見ればですね、お前と女、お前の子孫と女の子孫の間に私は敵意を置く。彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕く。これをもっと分かりやすい言い方をすれば、お前は彼のかかとを砕くけれども、彼、つまり女の子孫と言われる救い主のことですけど、救い主のお方はお前の頭を砕くという言い方になります。これは明らかに、これ原福音と言われるんですけど、創世記の最初のところからもイエス・キリストの十字架と復活が予告されていると考えることができる。やがてやってくる女の子孫、キリスト、救い主、彼は人をそそのかし、人を悪に導いたこの蛇、あるいはその後ろにある悪のすべての力を粉砕する。しかしもちろんその悪魔は力を持っているので、彼のかかとに噛みつくというのがありますね。かかとに噛みつく、つまり十字架につける。そして死ぬように仕向け殺す。イエス・キリストが十字架の上で死んだとき、悪の力は大喜びしたはずです。やったー、これで邪魔者はなくなった、悪の勝利だ。でもイエス・キリストがよみがえられたとき、死の力が粉砕され、ついこの間喜んでいた悪の力は全て粉砕され、まさに頭を砕かれ、悪の力が完全にこのお方に対して力ないということが分かるようになる。そんな描写がここにある。イエス・キリストを信じる者は死んでも生きるとイエスはおっしゃいました。イエス・キリストは十字架で死に、悪の力を全部そこに吸い寄せて、悪の力はまるで勝利したかのように悪によって殺される。でもそれは神への裁きとして断罪されるわけで、彼はよみがえって、もはや死の力が何にもイエス・キリストを縛ることがない、死の力がイエス様をイエス様のところに近づくことができない、そういう状況に彼はよみがえる。その方を信じる者はこの悪魔の力の中にいたけれども、御子イエス・キリストの中に置かれるものとなり、死んでも死なない、肉体的には死ぬことがあっても神との関わりにおいては死ぬことない、そういう状況に置かれるようになるのだ。数年前にメル・ギブソンという人が作った有名なパッションという映画があります。もう映画の半分以上がなんか血生臭い、イエス・キリストをいじめ抜くシーンと本当に血だらけのシーンなので、半分ぐらい目を背けなくなるようなシーンですが、その映画の一番最初の部分は非常に印象的です。ゲッセマネの園でのところに蛇がこうね出てきて、そしてイエス・キリストがその蛇の頭を踏んづけてこう粉々にするというシーンが非常に印象的に、描かれています。彼はお前の頭を砕く、お前は彼のかかとを砕くけれども、お前は彼のかかとに噛みつくけれども、彼はお前の頭を砕く。それは私たちにとっての福音です。ある意味でアダムにとってもエヴァにとっても福音です。そのお方が来て、そのお方が死の力を粉砕したとき、神様が必ず死ぬと言ったその死から解放されて、もう一度神との関わりを持つことができるようになるからです。神は悔い改めを求めておられる。神は人を生かすということのために犠牲を惜しまないという思いを持っておられる。神は最終的には私たちの敵である死を滅ぼし、罪を滅ぼし、もう一度私たちを神との関わりの中に、神との命の中にもう一度復帰させてくださるのだというのが福音です。そしてそのことを悟らせるためにこんな分厚い本になりました。こんな分厚い本になりました。
神の計画が着々と進められて、間違いなくイエス・キリストがやってきて、間違いなく蛇の頭を踏み潰す、そんな出来事は十字架と復活の出来事の中に実行されたという、それが聖書のメッセージです。神は素晴らしい約束を与え、そして私たちに守るべき約束としていくつかの戒めを残していますが、私はそれを自分の力で守り抜くことができない、本当に守り抜くことができない。でも神様は私たちを本当に愛して、神様との関係の中に立ち戻るようにと悔い改めを促し、犠牲を惜しまず許しと命ともたらそうとしています。話が前後しますが、神様はなんで人間に全くの自由を与えなかったんだろう、なんで一本だけ食べるなって言ったんだろう、どうせだったら食べれる何のためにいいよって言ってくれれば罪なんかなかったのにって思う。でも愛って、ね、愛するとか愛って言いますけど、愛って誠意を持って相手の祝福のために約束を守るということが問題です。誠意を持って相手の祝福のために約束を守る、それが愛です。神様がこの木の実から取って食べるなと言った時、そこには愛がありました。それを食べないということで人間は人間らしく生きられるからです。それを食べないということで神の喜びがここにあるんだなということを知って生きるということができるからです。愛はもちろん自由ですけれども、それは人を祝福する自由であって、人を本当に祝福するという自由であって、その自由は自分の中に枠を作ります。愛は自由ですけれど、人を祝福する自由であって、その自由は自分の中に枠を作ります。そうだ、この人が喜ぶことを喜ぶ、この人は悲しむことを悲しむという枠を作ります。それは全く放棄されるとき、それは愛だか何だか分からない、それは単なる感情かもしれない。愛とは相手に対して誠意を持って相手の祝福のために自分を犠牲するという中に、人間はそれに失敗します。相変わらず私たちも失敗する。私たちも同じように愛し合うということは良い言葉ですけれども、いつの間にか自分勝手が始まる、自分の思い通りに動かそうとする、それは愛とは違うんです。でもそんな私たちのために神は相変わらず犠牲を払うことをいとまっとわず、最終的には許そうというその方法を神は私に示してくださって、あなたどこにいるのかと尋ね、悔い改めを促してくださっています。神様ここにいます、弱い私ですがどうぞよろしくお願いしますって言えたらいい。神様、弱い私がここにいます、本当にあなたが私を愛してくださっていることを深く悟ることができるようにって言われたらいいかもしれません。神は私たちを本当に心に留め、私たちのために際限なく犠牲を払ってくださるからです。それは私たちが神様に対して持っている愛とは違うものだと思います。神は私たちのために御子イエス・キリストをお使いしてくれました。そこに神の愛があると聖書をしています。そんな愛の中に置かれている、だからこそそらえて答えて礼拝を捧げながら生きていくということが必要なんです。礼拝を捧げるというのは、私は神ではありませんという意味ですよ。礼拝を捧げるというのは、私は園の中央には立てませんという意味です。あなたこそ神であり、私は作られたものです。そのことを一番自覚する出来事、それは神への礼拝ということ。
礼拝を捧げながら、神が私のようなもののために犠牲をします、御子イエスキリストという尊いお方を犠牲にしてまで私を生かそうとしているということを深く感謝したいと思います。恵みに対しての神様、私たちは本当に言葉で神は愛だと語り、神は愛されていると語りますけれども、それがどれほど大きな犠牲に基づいているか私は深く理解していないように思います。もう一度あなたの愛を思い返し、あなたは私たちのためにどれほど大きな犠牲を払ってくださったのか、どれほど多くの獣が殺されてきたのか、主よ、あなたの愛を深く悟ることができるようにしてください。そしてそれ以上に御子イエス・キリストが命を懸けてくださったことの意味深さを深く悟らせてくださいますように、そうしてまで私を生かそうとし、私たちとの交わりの回復を願ってくださっている神様、心から感謝します。今私たちはあなたを礼拝するためにここに集まってまいりました。私は自分たちが神でないということを自覚しています。罪あるものだということも自覚しています。主よ、どうか私の罪を許し、あなたの身元に引き寄せ、本当にあなたの愛の中に心を満足させてくださいますように、安息させてくださいますように、仰ぎ願うくは、私たちの愛する救い主御子イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊なる神の親しい交わりとが私たち一同と共に限りなく豊かにありますように。アーメン。